イバンデラペーニャは、スペインカンタブリア州サンタンデール出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。ポジションは MF。港湾都市サンタンデールに生まれ、5歳でサッカーを始める。15歳で、FC バルセロナのカンテラの寄宿舎ラマシアに入寮し、2年後の1995年9月3日、レアルバリアドリード戦で、ヨハン・クライフ監督の下でトップチームデビューした。 その試合でリーガ初得点を記録し、2から0の勝利に貢献した。デビュー当時から天才と呼ばれており、当時の FC バルセロナのスター選手であったフリストストイチコフから自身の後継者に指名されるなど、将来を職望されていた。しかし、次第に監督であるクライフとの確執が噂されるようになり、 トップチームと二部チームを行き来する日々が続くなど、なかなかチームの主力選手として定着することができなかった。なお、後に、デラペーニャは、クライフとの確執の噂をきっぱりと否定し、クライフについては、僕のサッカー人生の中でもナンバーワンの監督と表現している。デビューシーズンの1995から96、シーズンは30試合に出場して7得点し、 エルパイス氏によって、ベストヤングプレイヤーに選ばれた。クライフが去って、ボビー・ロブソン監督が就任した1996から97シーズン、監督からの信頼を得て、トップチームに定着。チームのエースストライカーであったロナウドとのコンビで、コパデルレ・レイ UEFA カップ・ウィーナーズカップ、UEFA スーパーカップなどのタイトルを獲得し、 エルパイス氏のベストヤングプレイヤーに2年連続で選出された。自身もロナウドのゴールを数多くアシストするなどチームの主力選手として躍動したがリーグ戦では宿敵であるレアルマドリードの後陣を廃止2位に終わった。1997年夏、ルイス・ファン・ハール監督が就任してリバウドが加入するとシーズンを通して17試合の出場にとどまった。 ファンハール監督の構想外となり、シーズン終了後にイタリアセリエへの SS ラツヨに移籍。しかし、当たりの激しいカルチョのスタイルは肌に合わず、続けて移籍した、フランスリーグアンのオリンピックマルセイユでもチームのサッカーのスタイルにフィットせず低迷した。ラツヨ、マルセイユでの3シーズンで27試合の出場に終わり、彼には守備をしないという批判が付きまとった。 フルスの FC バルセロナ、SS ラツオを再び経由して2002年夏に FC バルセロナと同じくバルセロナを本拠地とするリーガエスパニョーラの RCD エスパニョールに移籍。移籍当初はなかなか出場機会に恵まれなかったがルイス・フェルナンデス監督の信頼を得てチームの司令塔としての役割を与えられるとかつての輝きを取り戻した2003から04シーズンには リーガのアシストランキングでトップに立つなどチームの残留に貢献。2004から05シーズンには長年会に低迷していたチームを UEFA カップ出場圏内の5位に押し上げ2005年にはスペイン代表に初選出された2005から06シーズンにはコパデルレー決勝のレアルサラゴサ戦で優勝に貢献し2006から07シーズンには UEFA カップで ドイツのベルダーブレーメンやポルトガルの SL、ベンフィカなどの競合を下して決勝に進出。同国対決となった決勝戦ではセビージャイフ C に PK 戦の末に敗れて準優勝に終わり、チームに初となる国際タイトルをもたらすことはかなわなかった。その後もチームの中心選手としてチームを牽引し、特に FW ルイスガルシアとのホットラインは ロナウドとのそれを彷彿とさせている。2007年から2009年にかけては常に怪我に悩まされてきたが2009年2月21日の FC バルセロナとのダービーマッチでそれぞれが順位表の首位と最下位にいたにもかかわらず2得点を上げて勝利に貢献した。エスパニョールが FC バルセロナの本拠地であるカンプノーで バルセロナダービーを制したのは実に27年ぶりの快挙であり、名実ともにクラブ史上に残る勝利となった。2009年8月にエスパニョールの新キャプテンであったダニエル・ハルケが死去した後、あとキャプテンに就任した。しかし、開幕戦から欠場するなど怪我に悩まされ、2010から2011シーズンを最後に引退した。百九十六年、ラウル・ゴンサレスや、 フェルナンド・モリエンテスラと共に出場した UEFAU-21 欧州選手権で準優勝した。優勝したイタリア代表にはジャンルイジ・ブッフォンやファビオ・カンラバーロなどがいた。同年にはアトランタオリンピックにも出場した。2005年2月9日 RCD エスパニオール在籍時にスペイン代表に選出されサンマリノ戦で初出場した。 この時28歳と9ヶ月と遅いデビューだった。ありがとうございます。